大海地震は2010年4月14日、現地時間7時49分に中国西部、青海小玉地チベット族自治州、玉木県で発生した地震である。震源の深さは約1 7トル、地震の規模はモーメントマグニチュード6.9。中国地震局は表面ハマグニチュード7.1。余震が続いており、現地時間4月14日夜までに18回の 余震が発生している。米国地質調査所によれば、現地時間9時25分に発生した MW5.8 の地震が最大余震だと見られている。2010年4月25日午前0時時点で、死者2698人、行方不明者270人、負傷者は約12315人に上っている。 家屋の被害も震源近くでは90%以上が倒壊していると報じられている。電気関係や空港からの道路などインフラ設備にも大きな被害が出た。民家1万5000軒が倒壊し、約10万人が住む家を失った。中国政府は災害の緊急度を当初は4段階で最低の4と評価していたが、その後に最高の1に引き上げて、 救援活動を進めている。中国人民解放軍や武装警察など5000人以上の部隊が救援作業に投入された。国家地震救援チームも4月14日夜までに救援物資18トンや医療要員を専用輸送機で現地の空港に送り込んでいる。空港からの道路の寸断や作業用大型重機の不足や高地であるため救助作業に困難が生じている。 また、被災地で救援物資をめぐって一部地域で略奪が発生した。恩下宝首相は15日午後6時ごろ、被災地生受験に現地入りし、救援活動の指揮をとる。17日に、ブリックス首脳会談で、ブラジル訪問中の古近東国家主席が緊急帰国し、現地入りした。各国政府、組織法人芸能人、有名人中国政府は4月20日に、 地震発生からちょうど1週間にあたる4月21日を全国哀悼日と定めた。国内及び在外交換は半期を形容すること、地震発生時刻に黙祷を捧げること、公共の娯楽活動の中止を指示した。制限の対象となった娯楽活動としては、映画やコンサート、ダンスホール、ゲームセンターなどの娯楽施設の営業、インターネットでも、 ゲームや音楽配信などのサービス、テレビやラジオは、娯楽番組を他の番組に切り替えて放送する。これは2008年の四川大地震の時と同じ対応である。玉木チベット族自治州、玉木県では、地元当局により、再開発を名目に大規模な土地収容が行われており、2013年4月9日頃には、住民100人程度による、 抗議活動が行われ、治安部隊との衝突もあった。ありがとうございます。